どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さくてかっちょいい新しいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、5月になりました。今2019年の5月になったんですけど、5月の次は6月がやってきます。6月はですね、結婚式が多いでしょ、毎年この時期は結婚式に合うような曲をよくアップロードしてるんですけど、あります。すごくいいのが。チェリッシュのテントウムシのサンバ。こちらの曲をガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。これはですね、今から1ヶ月練習したら楽器触ったことない方でもできるやつですから。バッチリですね。はい、ぜひ始めてください。いつものように2バージョン。最初は初心者の方でもすぐ弾けるようにしたガズレレ流オリジナル簡単バージョン。後半はいろいろ決めとか、16ビートのグルーブ満載のかっこいいバージョンで2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、結婚式で歌いたいなとか、こう、誰かに お届けしたい、こういう音楽ね、大好きな曲を自分でやるとか、こういうのいいんですよ。で、カラオケ歌ったり CD 聴くのもいいんですけど、やっぱり楽器でね、一緒に弾く弾き語りがおすすめしたいです。皆さんちょっとイメージしてみてください。結婚式に行っていきなりね、バックからさっとウクレレを出して、ちょっと一曲って言ったら、なんか、うわー、なんか盛り上がりそうな感じしません。ウクレレっていうのはそういう効果もあります。ぜひ始めてください。楽器を私は無理無理と諦めていたそこのあなた、ウクレレだったら大丈夫です。このウクレレだったら弦4本しかないし、今ご覧になっているガズレレ YouTube を見ていれば、どん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 楽しく音楽ができますので、ぜひ始めてください。音楽自分でやる方がもう楽しいですからね。しかも YouTube ですから、いつでもどこでもスマホでも見られるし、無料。無料でできるっていうのはいいですよね。まずはね、これをフックにして音楽人生始めましょう。はい、じゃあここにもうちょっとしたリンクあります。そのリンク先の、初心者レッスン、ここにジャンプしていただいて、数字の順番通りにウクレレ触りながら、ジャカジャカやるだけですぐできるようになります。じゃあ行ってくださいね。初心者レッスン、ここ行ってらっしゃい。クリック!いってらっしゃい。そこに私が今まで取り立ててきた、ありとあらゆるジャンルの音楽が、700曲。もうアップロードされてて、しかもウクレレで簡単にできるようにした簡単レッスン動画ですからね。はい。最新 J-POP から夏メロから洋楽ハワイアン、もう本当、例えば季節のおすすめ曲とかそういうコーナーもありますから、さっきの リンク先の方に行って、検索もできるし、ジャンルボックスから探すこともできます。ぜひご覧になってください。さあ、早速行きましょうか。テントウムシのサンバ。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。サンバ、初心者さん向けゆっくり簡単ガズレレバージョンでやってみました。はい、いかがだったでしょうか。まあガズレレショートカットバージョンなんですけど、フルでやりたい方、コードを足して書き足してコードと歌詞を書き足すと、フルでできますので、ぜひの全部やってみたい方はノートに書き出してみてください。その時のちょっと参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけど、まずこれイントロからこんな感じで始まっているんですが、ちょっとね今回こういう風に言葉が多いんで、これでワンブロックですよ。
リチに、うん、あなたと私が夢の、こういう風に書いてみました。ちょっとあの長さがね、いつもより大きくなってるのでご注目ください。で、ここの下に書いてあるのはかっこいいバージョン、後半やるかっこいいバージョンなんですけど、コード進行は今のやったシンプル簡単バージョンはかなり初心者さんアレンジにしてますんで、後ではね、後半のかっこいいバージョンではここは D7 に置き換わっていたりとか、E7 が出てきたりとか、まあ出てきますから、まあそこはまあ後でちょっとフォローしておきます。なんでまず今のは全部上の段をやった、ゆっくりやったっていうことで覚えておいてください。はい。ここにもなんかいろいろ書いてあるけど、これ後で説明しますね。まずここ A メロ。はい。シンプルな曲で、まあ、歌えますよね、これは。なんかね、やっぱり。で、ここが、サビということになりますね。はい。で、ここでまたちょっと A メロ戻って、まあ、行ったんですけど、今やったバージョンをここをずーっとやってきて、ここまで行ったら、またここの赤、青、黄色になって、最後もサビ2回やったら、ここのラストの、フレーズをやって終わった。ここだけちょっと場所がなくなっちゃって相変わらずこの詰まってるんですけど、まあ、なんか、ご理解くださいということでございます。はい。はい。なんで、まあ、テロップと見合わせて書いてもらった方がシンプルかもしれません。で、出てくるコードを解説しますが、今やったバージョンはこれです。この5つですね。C と Am、F、G7、Em7。この5つのコードで今のシンプル簡単バージョンをやりました。はい。で、この5つのコードなんですけど、あとね、後半のかっこいいバージョンであと2個足されます。2個足されるのは D7 と E7 なんで、もしこのコードが分かるって方はもちろんこの後半やるかっこいいバージョンのコード進行の方が、より原曲に近いんで、こっちはおすすめですが、ここに出てくる7個の、今書いてある、今シンプル簡単バージョンは5個だったけども、この足して7個でも、実はこれ入門コードの塊なんですよ。はい。これをご注目ください。ドン!ガズレレ必須コード。必須って書いてある。必ず覚えた方がいいですよということなんですけど、これはですね、コードっつのを覚えなきゃいけないですね。音楽をやるときは。コード弾いて歌う。コード弾いてメロディーを奏でる。そのコードっていうのはもう本当宇宙の数ほどというか、まあ、無限にあるんですよ。それを全部覚えるってことはまあちょっと難しいというかまあ無理なんですけれども、じゃあどうしようかなっていうときに、今皆さんウクレレを手にしてますよね。ウクレレで考えたときにものすごく便利なコードのグループ、8個があります。この8個のコードのグループをガズレレ必須コードと私は命名しておりましてですね、ウクレレで音楽を始めたい方はまずこの8個のコードを最優先で覚えてください。その8個のコードのうち7個がこれが出てきているということでございましてですね、以前その8個のガズレレ必須コード超わかりやすい入門コードを私がわかりやすく解説している動画がここにあります。ここでコードのお勉強をしてください。必須ですからね。お勉強よろしくね。楽しく覚えましょう。はい。で、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはさっきも言ったんですけど、コード進行ちょっと変わるとこ出てきますよ。さっきは F で弾いてたところが下のが D7 になっていたりだとか、ここにも E7 が登場してます。ここらにちょっとコードが4つになったりとかしますということでございます。で、まず基本的なビートは、16ビートのチャというリズム。このビートでやってみようと思います。ちょっとやってみましょうか。こんな感じです。あなたと私が夢の国、こんな感じ。ジャンジャカタカパカタンダカタカパカタンダカタカタカタンダカタカ、ゆったりですね。これ16ビートのチャというリズムでございます。これベースにゆったりこう軽やかになる。これはね、案外難しいんですよ。で、軽やかに16ビートを入れるっていうのは結構難しいんですけど、まあ、いずれ、こう、トライアンドエラーを繰り返し、そういうリズムがものになっていくと思うんで、焦らずにちょっとチャレンジしてみてください。この弾き方なんですけど、ここにリンク貼っておきます。ここはですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページの1枚で、その中から16ビートのチャという弾き方を探していただいて、その動画を見ながらこれマスターしていただきたいと思うんですけど、これ16ビートのチャができるまでにはストーリーがありまして、まず8ビートっていうリズムができないとちょっと難しいです。8ビートっていうのは、じゃん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 。このやり方をまずマスターして、その後に、じゃんちゃちゃんちゃ。このチャっていうアクセント。これもね、別の動画であるんですよ。8ビートのチャ。で、8ビートから8ビートのチャに来て、16ビートから16ビートのチャっていう階段を登っていくような感じでやると、逆に頭に入ると思うんで、その、ゆっくり8ビートからやってみてください。16ビートのチャがメインでやります。そしてですね、今回面白いことに決めがあります。まずここですね。くっちづけせよと生やした手、そーっとあなたはくれました。この後、決め1。ここタブフ、ででってことなんですけど、これちょっとね、メモってください。一番上が1弦、2弦、3弦、4弦で、ここ3弦の0、0、空白を開けて、0、0、3弦の2、2弦の0です。ここちょっとゆっくりやると、こんな感じです。3弦、1弦ここでしょ ?1 弦、2弦、3弦、4弦、3弦の0ってことは解放や、おさらい。でも1個だけ弾くんですよ、ここ。はい。フレーズだけ弾くとこうなります。
ダダッタタタタ。これを一瞬入れます。ちょっとやってみましょうか。口づけせよと林立て、そーっとあなたは切れました。ここ、ここですね。赤青黄色のとなります。こういうフレーズですね。これを3弦の0ダダッタタ、3弦の2、2弦の0。この弾き方なんですけども、私はタタタタラタタタタタ、こんな感じでやろうと思いますが、まあこれ忙しい、ちょっと難しいって方は口で言うのがいいと思いますけど、シンプル簡単バージョンでは口で言っているんですけど、タタタタラタ、こんな感じでできるようになるといいと思います。タタタタラタ、この2フレットの時はもう右手弾かなくてもねいいかもしれない、早いから。タタタタラタ、こういうのプリングオンとかハンマリングオンとかプリングオフとかいいんですけど、ほら、一回ゼロ弾いといて、トーンと左手足すだけで、これでもいいかもしれないですね。これ、なんとかちょっと工夫してやってみてください。3弦の0、0、0、0、2、2弦の0。はい。これをサビの前にスッと入れます。これ2回出てきます。これはね、ちょっと面白いんですけど。はい。で、あとここですね。サンバに合わせて踊り出す。ここ言葉とリンクしてます。じゃんじゃん、じゃじゃんじゃーんですね。ここ。ダッダッダダッダー、シンコペーションマーク、この食い込むマークがあるんですけど、ジャンジャンジャジャンスチャン、ここのワンフレーズちょっと見ます。サンバーに合わせて、ダッダッダダッダー、こす、ダンダンダダッダー、おっとり出す、G7 アップね。おっとり出す、です。で、この後の処理もまた、難しいというか面白いんで見ていてくださいね。サンバーに合わせて、おっとり出す、うん、ダダッダッダダッ、ズイとこんな風に入っていきます。ちょっとここね、分かりづらいけど、要は、拍がね、全部で 6拍分なんですよ。4足す2というか、2足す4というか、もう一回やってみますよ。おっとり出す、うん、ダダスタスタダ。ここ、おっとり出す、ダダスタスタダ。カウントすると6拍。おっとり出す、うん、し、ダダスタスタダ。6拍でしょ。ここ、ちょっと難しいんですけど、もう一回やってみましょうか。サンバに合わせて、おっとり出す、愛する二人にとなります。はい。言葉に合ってる。その後に、うん、ダダッダッダダ。カッティングですね。カッティングも出てきます。このカッティングのやり方はさっきのリズムの両論のところにも書いてありますが、左手でこうパシパシ音を止めるっていう技術なんですけど、こんなのも織り交ぜながら、やってみましょう。心込めて、ね、愛する二人のために、伝統無償サンバ、心込めて歌いましょう。はい、ガゼレレルかっこいいバージョン、やってみます。ワン、ツー。サンバ、ガズレレ流かっこいいバージョン、ちょっとファンキーなノリで、大きなノリで、ハッピーオーラ全開でやってみました。これはですね、やっぱ送る、プレゼントとして音楽というか曲をね、送るというか気持ちを送るっていうの、これね、結婚式とかで言っていいと思うんで、ぜひ皆さんもマスターして、覚えてね、覚えちゃって、その、ね、その目を見ながら歌うとか、
ぜひやってみてください。あと1ヶ月、6月に結婚式を控えてる、出る方、出席する方、ご当人かもしれませんけど、ぜひちょっとね、頭の隅っこに置いてどうしようかなって思ったらやってみてください。よろしくお願いします。さあ、ガズレレの最新情報、いろんなことやってます。ご紹介です。ご覧になってください。今日はありがとうございました。どうぞ。はい、ガズレレホームページご覧になってください。ドン、ガズレレ .com でございます。イベント情報も盛りだくさん。はい、まずドン、こちらお願いします。6月の16日沖縄、6月30日長野県長野市、7月14日は行きます、奈良に行きます。はい、で6月15日は前日、沖縄那覇の純駆動書店さんでトークショーサイン会、リットミュージックから出る100曲の本のね、このイベントをやって、その翌日ワイワイやりましょうってことになってます。で、都内はこれがあります。ドーン、千人ガズレレ、毎年恒例ですね、もう今や3回目です。はい、代々木公園でアースガーデンというエコロジーなイベントの中でガズレレの時間をいただいて、その中でみんなで歌いまくろう。その情報も YouTube、 こちらでも公開していくと思いますけれども、はい、あのいろいろ、生で待っていきましょう。そしてですね、やっぱりいろんな情報、最新情報は YouTube じゃねえや、いろんな最新情報はホームページ見てくださいね。ホームページリンクここに貼っておきますからね。はい、ホームページを見てください。そこにはまあブログも書いてますから、いいことが書いてるんでよろしくお願いします。さあさあ、そんなわけでそろそろいい季節です。外にクレーム出して、ワイワイ楽しみましょう。さよなら、バイバイ、またね、チャオ。